ガ岩段階、多金属段階とは、深海の海底に存在する球状の凝結界であり、コアの周りに、同心円状に水酸化鉄と水酸化ガ岩が、相乗に凝結したものである。コアは、微化石の殻や臨界石などのリン酸塩鉱物に置換されたサメの葉や玄武岩のデブリ、さらにはすでに形成されていた別の段階の破片であることもある。コアは、 顕微鏡的大きさであることもあり、結晶化作用により完全にマンガン鉱物に置換されていることもある。マンガン段階マンガン段階には様々な大きさがあり、小さいものは顕微鏡で観察するような微粒子、大きいものは2 0トル以上の大きさとなるが、直径5センチメートルから1 0トル程度の大きさのものが最も多い。マンガン段階の表面は、 通常平滑であるが、素面や物々した乳頭状や不規則なものも存在する。底面側は海底の堆積物に埋まっているので、上部より素面となる。ガン段階の成長は、地質学的な現象の中でも遅いものの一つで、放射性同位体元素の分析によれば1センチメートル、成長するために数百万年単位の時間を要する。凝結する金属の由来には、 様々なものが知られている。陸地から流入するなどして海水に含有された金属が沈殿したもの、海水中のマンガンの垂直移動に伴うもの、火山活動に伴う温泉水から派生した金属によるもの、玄武岩デブリの分解によるもの、微生物の活動による酸化物の沈殿によるものがある。海水からの科学的沈殿にはマンガン段階に含まれる。 酸化鉄が触媒として働いていると考えられている。生物起源には有効虫の定性群集によるものと、バクテリアによる MN2 の酸化が考えられている。複数の過程が平行的に作用することもあるし、ある過程の後に別の過程を受けてマンガン段階が成長することもある。マンガン段階中のマのには主に、とどろいし、バーネスコー。 ベルなど荒金として存在している。トドロイシは2価のマンガンを含んでおり、これが ZN に NI に CO2 に置換することでこれらの金属を含むことができると考えられている。デルタマーノには最も結晶化されていないものであるが、この中には CO を多く含むものも存在する。太平洋の深海底から採取された マンガン段階マンガン段階の化学組成は、マンガ画鉱物の種類や大きさ、コアの種類によって変化する。経済的観点から価値がある種類について言えば、マンガン、ニッケル、銅、コバルトを含む。また、別の種類のマンガン段階は、鉄、ケイ素、アルミニウムとそれより少ない量のカルシウム、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、チタン、バリウムを主に水酸化物として含む。 ガン段階の多くは半分もしくは完全に堆積物にうずもれた状態で海底に存在する。その量は場所により大きく異なり、多い場所ではガン段階が互いに接し合うようになっていて、海底の70%を占めていることもある。段階の総量は、ロンドン地質博物館のアラン・エア・アーチャーの見積もりによれば5000億トンとされる。どの深さにも分布しうるものであり。 湖にも存在する。しかし、最も高密度に分布するのは、深度4000から6000メートルの深海平原である。マンガン段階は1868年に北極海のシベリア沖、カラカ海で発見された。チャレンジャー号の科学探検航海により、世界中の太陽のほとんどに分布することが分かった。マンガン段階の開発への関心の高まりは、 1960年代と1970年に工業団体の間で大きな活動を起こした。有望な資源を調査し、採掘と精錬の技術を研究開発するために数億ドルもが投資された。初期の実験はアメリカ合衆国、カナダ、イギリス、西ドイツ、ベルギー、オランダ、イタリア、日本が参加する4つの国際団体と、 フランスと日本の四企業と機関によって主になされた。また、公的資金が投入されている機関がソビエト連邦、インド、中国にあった。1970年代の中盤7000万ドルの国際合弁事業は数トンものマンガン段階を東赤道太平洋の深海平原から採取することに成功した。集められたガン段階から多くの量のニッケルと銅、 コバルトが乾式夜勤と湿式夜勤の両方で抽出された。この8年間のプロジェクトにはいくつかの開発が付随して実施され、これには栄光されたサイドスキャンソナーの配列でシルト状の段階の数密度を評価し、同時に垂直向きの誘導低周波音響ビームによるサブボトムプロファイリングを行ったことなどがある。 しかしこのプロジェクトで養われた技術とノウハウは一度も商業化されていない。というのも最近の数十年、ニッケルの生産は十分であったからである。35億ドルと見積もられる投資額も商業化が難しい要因の一つである。住友金属鉱山は地位を維持する程度の小規模な採掘技術に関する研究を続けている。鉱物資源として注目されているのは 下記の地域である。資源量と金属含有量の観点から見れば、ハワイと中央アメリカの間にある東赤道太平洋のクリッパートンダン列帯のものが最も有望とされる。発展途上国を中心に新海底の資源は人類の共有財産として扱い、収益は開発国と残りの国際社会で配分されるべきだという主張が唱えられた。 1982年には国連海洋条約が採択された。1994年には公海におけるすべての深海採掘を操作する責任を持った国際海底機構が設立された。この機構の最初の法的な成果は開発におけるあらゆる副作用から海洋環境を保護する規定を含むガン段階の開発規制の採択であった。 気候はこれに続いて7つの指摘、公的団体と15年契約を結び、それぞれに7万5000平方キロメートルの広さの指定された海底で万画段階の探査を行う排他的な権利を与えた。アメリカ合衆国は探査の初期に重要な役割を果たしたが、この国際海洋条約には加盟していない。深海での採掘は数万キロメートルにもわたって、 深海生態系に影響しうる。また、ガン段階の成長には数十年から数百万年かかり、資源回復には時間がかかる。深海の生物とその生態は未知の領域が多く、採掘の影響を予測するのは大変困難である。環境変化や訂生生物の直接的な死、堆積物を浮遊させることによる、露化接触者の窒息死などが懸念されている。 ありがとうございます。